石川和光は、安土桃山時代の武将。署名は、帝とも、石川平介と称す。石川家光の三男。美の鏡島城主、石川三政は、長兄、丹波国の山奉行公事は時兄。ただし遺説もある。親、兄弟ともに、橋場秀吉に仕える、不代衆の一人で、平介は馬回りであった。天正十一年四月。 静岳の戦いで一番槍として突入し、静岳の七本槍に並ぶ先行であったが、この戦いで平助は、背後をご在門の突き出す槍に目をつかれて戦死したため、これを惜しんで、末程よりに、兄の代わりに一番槍の感情と宣告が与えられた。常山治団では、戦いの前夜に、福島市松と口論して、喧嘩になり、差し違いようほどであったが、 明日の対戦を控えていると周囲に止められたので、悔しかった平助は、明日我が後ろ影を見よかしと短歌を切って、翌日、柳瀬ではただ一人増ス先に突撃して一番槍を取った者のうち死にしたという逸話を乗せて、怒りを今しめている。他方、部下時期では、静ヶ岳の戦いでは、石川平助は、秋田助右衛門と共に旗奉行であったというが、平助は、日頃から加藤義明に、 断色の思い入れがあり、自分の兜を脱いで吉明に与えようとしたところ、吉明は人の兜をつけて働けるかと激怒して、これを捨ててしまったので、平助は兜をつけずに突撃して一番槍をつけ、敵の槍が左の目上に当たって出しんだという。ありがとうございます。